どうもお疲れ様です。ストッカー塾の久保です。今日はね、背景にとっても可愛らしい女の子、しかも黒髪でちょっと清楚系といいますかね、白いワンピースに、黒いローファーといいますか、こういったスタイルで、しかも正面を膝を揃えてこちらを見ているというね、こんな AI 画像を作ってみました。これ AI 画像なんですよ。でこの女性がね、どんな気持ちでこういう眼差しを作っているか、こういう髪の色にしているのか、こういう服を着ているのか、実は自分の趣味ということではないんですよね。だいたい年収1000万弱の30代後半から40代半ばぐらいの、そういったいわゆるおじさんにウケるような格好がこれだってことを知ってるから、そこにフォーカスをして自分でこの姿を演じているんですよ。もちろん喋り方ですとか LINE の交換の仕方ですとか、それからね、距離感ですとか、こういうのも全て織り込み済みで、いわゆる30代40代の男性を手玉に取るような格好で自分自身をブランディングしてるんですよね。しかも30代後半から40代の前半、年収があまり高くないというターゲティングもしてるんですよ。でこういったのってね、実はそのパパ活の中でもかなり優れた女性がやることなんですよ。これ演じてますからね、普段の暮らしってのは、これとかけ離れるとか、もしくは普段の暮らしからこの姿を演じるために役作りしてるかもしれないんで、24時間こうかもしれません。しかしあくまでもそれは自分の目的を達成するためです。おそらくですけども、こういった年代の年収がそうですね、700、800万ぐらいの30代40代の男性ってのはそれなりに優秀だけど、でも経営者ではないんですよ。実はね、会社員で優秀で組織の中でこそこの年収が叩き出せる、無趣味で家庭を持ってないからこそ到達する年収だってことも調べがついてるんですよね。でこういった女性がね、どうしてそういったちょっと年上の10歳以上年上の男性にフォーカスするかっていうと、いわゆるパパ活の上を行くおじ活だそうなんですよ。ちなみにおじ活のおじの字は地球の地に点々をして、おじ活っていう風にもじってるようです。おじさんという風に考えるとそこまでおじさんじゃないんだけども、実際10歳以上年上なんでおじさんかな。でもちょっと可愛らしい自分のキャラクターという形でおじ、地球の地っていうことにしてるんでしょうね。そして目的は何かというと、だいたい250万から300万円をもらったら付き合いをゆるーく遠ざけていくっていう作戦です。しかも自分からは切らないんですよ。男性が疲れて付き合いを遠ざけるのをじーっと何年でも待っているんですよね。そういう作戦なんですよ。もちろん女性の皆さんがそうしてるわけではありません。したたかな女性の中でうまく自分を演じて、かりそめの自分をいわゆる経営していくんですよね。で顧客としてのおじ活動なんですよ。ですんで肉体的な関係は一切持ちません。持てないように最初からガードを作っていきます。その上でそういった30代40代の男性を真面目に自分の虜にする、そんなノウハウが情報としてもうあるんですよ。考えてみたらですね、私もこういう女性は、今でも好きですね。ですんで奥さんにプレゼントする服ってのはこういうものになりますし、デートの時はね、そんな感じですよ。だからいつもときめきます。お恥ずかしながら私の趣味そのままかもしれません。しかしね、自分の彼女や奥さんが旦那さんの趣味に合わせるとかね、その逆ってのはありえない話じゃないじゃないですか、でも恋愛をするつもりがないのに相手にだけ一方的に自分にワンサイドラブを仕掛けようと思うと、こういったいわゆる衣装とかね、ヘアスタイルとか大道具小道具、この街を大道具にして全てのものを小道具にするぐらいのしたたかさが必要だってことなんですよ。しかもそれはそんなに難しくなく、情報商材として落ちているってことなんですよ、だからこういう姿スタイルをして、なぜかモテたことがない俺に言い寄ってくる人っていうのは、もしかしたらおじ活の一部かもなっていうふうに私たちは警戒することができます。でもね、30代後半から40代の男性、分かっちゃいるけど騙されてもいいからこういう女の子と関わっていきたいとかね、この子の演技に自分も登場人物として参加してみたいっていうね、分かっているけど引っかかりたいって気持ちがあるのも事実なんですよ。だってキャバクラごとなんてそうでしょ。キャバクラなんて嘘か本当か分からないのに、とりあえず女の子のキャストさんのね出来上がったストーリーを興味持って半分疑いながらもそれにわざと引っかかってボトル入れるでしょ、アフターするでしょ、時には現生あげるでしょってことなんですよ。さあこういったことを前触れにちょっとお話ししますけどもね、女の子がですよ、割り勘に対してどう思ってるかってこと、40代50代の男性大いに勘違いしてるところがあります。今ね20歳前後の女性と外食行くでしょ、下手におごったらね、この人おごっておごって私に貸しを作ってどうせ体を要求してくるんでしょっていう風に考えるんで、おごるのはモテない男のやることなんですよ、ね、私たちの時代はおごるのが当たり前で10代20代30代40代過ごしてきて50代に来たでしょ。だからおごれない男はかっこ悪いぐらい思ってるわけですよ。何割り勘、最近の若いやつはなんだよって解消がねえなぐらい思うんですよ。違うんですよ。確かにそういった方もいるでしょうけども、実はね女性の方がおごられると負担なんですよね。だからきちんと割り勘をおしゃれにしてくれる人はいいんですよ。すらりとね、例えば2人で会計が5300円でしたね、そうしたらあ、じゃあ2000円お願いね、このぐらいのおごりでいいんですよね。半々きっちり1円単位までじゃなくてもちょっとね6対4ぐらいの半々、こういう風な間合いを取れる人ね。で会計をお願いしたら自分には会計表を見せずにね、そういった端数はこっそり自分の方で負担して、例えば6500円だったらじゃあ3000円お願いねっていう風に言ってくれた方が、あ、この人は駆け引きないなと思うわけですよ、ね、だから次も行けるんですよ。行くたんびにねおごられたら本当に負担なんですよね。それが今の20代の女性の本音なんですよ。これはだからリアルで付き合ってればこういうことが見えてくるんですよ。ちゃんとリサーチすればこれが見えるんですよ。でも自分の30年前の価値観を引きずったまんま、つまり老害になってくるとそっちの自分の経験を全員が当てはまっている常識だ、しかもどの時代もこうだっていうふうに思っちゃうんですよね。だからいけてない50代の飲み会や話はつまらないって言われるんですよ。常にね私たちは老いては子に従いじゃないですけども、10代や20代の意外な感覚に合わせていって、そっちの方が正しいと自分の脳みそを更新していかなければ、いつまでたっても若い者の気持ちはわからん。さらには年取ったものだけで固まって勝手な世界を作るという価値観にはまっていくんですよね。商売がうまくいくわけがないということでございます。はい、その他ね今回はメールをいただきまして、後継者についてですね、何らかの形で後継者を作っていくっていうことに喜びを見出すと、自分のやってることにね、いわゆるやりがいとかを見つけることができるんですよ。自分が一生懸命やっててもただ単に自分のためね、それだけで終わってしまうんですよ。でもっと言うとね、お客さんのためっていう風に勘違いするんですよ。お客さんのため確かにゼロではないと思いますけども、じゃあお客さんのためお客さんのためっていうんだったらなんでお金取るんですかってことになっちゃうでしょ。結局自分の生計を立てるために方便としてお客様のためって言ってるだけが見えてくるんですよ。だからそうならないように少なくとも情報発信で恩返しをするってことをしていけば、この人の考え方すごいなって感じで弟子は見つかるんじゃないかなと思います。一緒に働かせてくださいっていう人が来ないまでも、何々さんの影響で私もこの道を目指しましたみたいに、ね、なるわけですよ。まあ、例えばね私の奥さん今看護師を目指してますけども、もうすぐ卒業ですけどね、職場も決まりました。看護師を目指す人って何らかの自分の健康を壊した時や怪我をした時にものすごいねあったかい看護や医療や介護を受けたから、それに感銘を受けて今度は自分の番だって奮い立つと思うんですよ。つまりこれ誰かの後継者になってるんですよね。でそういったミッションがあるから、仕事っていうのは給料をもらいに行く場所というよりも世の中にお返しする場所っていう、そんな意識が整うんじゃないかなと思うんですよね。そういった意味で後継者を見つけてみようと思った時に、稼げるから後継者になりますよっていうのも動機の一つなんですけども、そうじゃなくって自分の姿勢にね自分の思考に憧れて同じ道を歩みたいと思っていただけるような後継者が見つかったら感激じゃないですか。そんな後継者がたった一人でもいれば随分励まされる、精神的な家族ができると言ってもいいかもしれませんね。はい。そして10代20代がなぜね夢や希望を持ってないのかっていうと、それは将来自分が40代50代になった時に、あ、この人たちみたいになるのかっていうふうにがっかりするような、そんな背中を私たちが見せすぎなんですよ。日々自由でね、日々意欲に燃えていて、50になっても60代になっても新しく自分の体に挑戦というレールを刻み続ける姿に、うわ、ああなりたいなーって思わせることができるのかなと思うんですよ。したらね、ああ30代40代確かに面白そう、50代60代早くその時代に行きたいっていう風に希望が湧いてくる、もしくは希望を沸かせるために私たちの姿をもっともっと見せていかないとねっていうことですよね。で、50代と60代の大きな違いは、60代で感じるストレスは50代で感じるストレスの10倍100倍ぐらい深いらしいです。だから50代でストレスをうまくコントロールできる思考力をつけていったり、なんだったらストレスを感じない精神力を身にまとう、そんな最後のチャンスにするべきだっていうふうに60代の方言われてましたね。はい。まあそんな形でね、私たちが考えてること以上に世の中は動いていて、価値観は多様だってことなんですよ、ね、価値観の多様化とかどんな価値観を認めるっていうふうに私たち言いますけども、どうですかね、本当にそうなんでしょうか。そう思い込んでるだけじゃないかなと思うんですよ、ね、ちょっと遅れてるっていうふうに自分に鞭を打った方が、まあ、遅れずに済むのかなと思いますよね。まあ、そんな形でね、今回のライブ放送終わっていこうと思いますね。 AI で作ったこの画像見とれちゃうでしょ、私みたいなおじさんがね喋ってるよりは絶対いいと思うんですよ。でもね、どちらかというと美少女が喋ってるチャンネルを毎日見る人ってあんまり見ないでしょ。私みたいなおじさんが毎朝ライブしているそんな放送には毎日来るでしょ。まあ、つまり何が強いかっていうと、見た目はすぐ飽きる、しかし思考力とか精神力はやっぱりね人がついてくるんですよ。そういう風な発信ができるように私もこれからもっともっと自分を鍛えていこうと思います。はい。ちなみにですけどもね、ライブ放送のネタのストックはまあ1万ぐらい私持ってます。だから私一生のうちにこのネタが尽きることはないと思うんですけども、だから動画の本数増えるんですよ。で、例えばですけども、どんなネタが控えているかっていうと、多分これできそうにないんですけども、なんとかやろうと思いますけども、アレキサンダー大王について30分でまとめて喋ってみる。これだってなかなかいいでしょね。チンギス・ハンについて30分でまとめてみるとかね、聖徳太子についてとかね、歴史上の人物についてだって30分じゃ語りきれないぐらいストックがあるわけですよ。そういうふうに考えていくと、今度はね、歴史上の人物イエス・キリストとかね、マホメットとかありますけども、その他にアニメの中に出てきたこの人物に的を絞って30分喋っていきましょうかみたいなんてできるわけですよね。そうしたら宇宙戦艦ヤマト、銀河英雄伝説、巨人の星、銀河鉄道999、それから機動戦士ガンダム、まだまだありますよ。宇宙戦艦ヤマトもあるでしょ、キャプテンハルクもあるでしょ。だからキリがないじゃないですか。登場人物それぞれの作品の中に数百人出てくるから、すぐ1万でしょストックは。でしかも共感も得れるし、意外だなみたいな側面もリサーチできるしっていうことなんですよ。はい。ということで、私の下調べは放送の前10分ぐらいでやりますね。だから5時半に放送が始まるとしたら、その10分ぐらい前にも10分ぐらいさささっとね、振り返って終わってるってことです。リサーチにそんなに時間はかけません。今までの人生でリサーチが済んでるという意味です。で、自分の苦手分野とか初めて目にしたものとか耳にしたものっていうのは、そこからリサーチ始めて、だいたい放送するのに1ヶ月ぐらいはかかるんじゃないかなと思いますよね。リサーチが始まってすぐにリサーチを終わるわけではないんで、少しずつ例えば1週間とか2週間かけてリサーチしていって、それを30分でまとめるように組み合わせていくってことになりますので、はい、参考にしていただければ幸いでございます。それではお疲れ様です。ありがとうございました。